平成28年4月14日、午後9時26分ごろ、熊本県益城町で震度7の激しい揺れを観測するマグニチュード6.5の地震が起きました。その後、16日に起きたマグニチュード7.3の大地震により、阿蘇市でも震度6弱の揺れを観測、各地で大きな被害が出ました。 市宮町宮地では国の重要文化財に指定されている楼門や拝殿が全壊同じく国の重要文化財に指定されている一の神殿などは柱や壁などに被害を受けました阿蘇市では16日に避難所と災害対策本部を設置 旅重なる余震が続くため、庁舎内ではなく、市役所駐車場で災害対応に当たりました。17日にかけて予想される雨で土砂災害が起きる恐れがあるとして、阿蘇市は山沿いの地区を中心に避難指示・避難勧告を出しました。 避難所では婦人会や自衛隊による炊き出しが行われ支援物資などが配られています。また各地で有志による炊き出しなども行われています。